鉄道作業局2655160型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した点打式蒸気機関車である。元は、鉄道作業局が1897年12月、及び1898年1月に、アメリカのブルックスロコモティブワークスで20両を製造した。 車軸配置2から4から0型で2気筒端式の点打機関車である。当初の形式は AP 型、番号は252から271で、後に D11 型と称した。私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両形式称号規定では5160型に改版された。形態はアメリカ古典型であるが、構成で、 曲線的なラインを持った大型の運転室や溝型庫をそのまま使った前端張り、不釣り合いに細い煙突、煙室側面から前端張りを結ぶ支柱がないなど、ブルックス製蒸気機関車の典型的な特徴を備えている。ボイラはストレートトップ型で、第一感動上に砂箱、第二感動上に蒸気ドーム、過失上に安全弁と汽笛が設置されている。 炭水車はアメリカ製には珍しく三軸固定式であった。配置は前原を中心として東海道線西部で使用されたが、鉄道員となってからはローカル線に転じ、和歌山線、桜井線、山陽線西部、呉線等に分散した。さらに後年には岡山や九州の行く橋で入れ替えに使用されたものもあった。1924年4月に全車が 使用停止となり、同年5月から翌1925年4月にかけて廃車解体された。そのうちの5176は、文字鉄道管理局教習所の教材として、車体の各部を切り開かれた状態で保存されていたが、太平洋戦争中の空襲により焼損し、後に解体された。ありがとうございます。